2日木曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら、日本初の月着陸の舞台裏と日本の宇宙開発の未来です。今年1月に日本の探査機として初の月面着陸を果たした JAXA のスリムがこちらです。日本語の正式名称は小型月着陸実証機。その目的は将来の月着陸に必要な高い精度の着陸技術をこれまでより小型・軽量な機体で実際に試すことで、目標から100メートル以内の着地を狙いました。そして着陸後には搭載された特殊なカメラで月のクレーター付近の岩石がどんなものかを分析するということも目標の一つでした。まずは酒井さんに伺いたいんですが、この高い精度での着陸、着陸精度100メートル以内という、ここが大きなポイントかと思うんですが、これを実証する狙いというのは何だったんでしょうか。はい、月に関してはですね、だいぶすでにいろいろなことが分かってきていますので、月に降りるにしても どういうところに降りるとその面白いことができるのか、あるいは月でこういうことをやりたいということがあったときに、それはどこに行かなければいけないかということがだいぶ分かってきています。で、そういうところにきちんと降りるためには、これからは従来とは違う高い精度の着陸が必要になってくるというふうに、我々としては考えています。なるほど。それつまりそのなんだか昔 そのアポロ計画とかだと平らなところとかね、静かな海とかでしたっけ、なんかそういうのを僕らは記憶があるんですけども、そうい こう平らで降りやすいところではないところを今回選んで難しいところに降りていったということでいいんですか。そうですね、例えば一つの例ですけれども、はい、スリムの場合にも、搭載をしているマルチバンド分光カメラという観測装置を使った、観測を着陸ができたらやるということになっていたんですけれども、その観測どこででもできるというわけではなくて、ある特定のクレーターの比較的近いところに降りて、そこにしかないような岩石の観測をするという、ミッションになっていました。ですから、そういう岩石があるところの近くにきちんと狙って降りる技術が必要になりますし、またいわゆる海とは違って、クレーターの近くに降りる必要がありますから、平坦なところというよりはむしろこう斜面だったり、すぐ近くには地形のゴツゴツをしている複雑なところがあったりというところに、降りるということがこれから必要になると我々も思ってますし、実際スリムはすでにそういうことを先日達成をしたということになっています。日本の今回の月面着陸というのはこれまでのなんかアメリカとかロシアとかインドとかっていうのに比べると何が違うのか、そこは特徴なんですか。はい、これまでの話と、重なるところがありますけれども、一番大きなポイントになっているのは、我々がピンポイント着陸というふうに呼んでいる、その狙ったところに正確に降りる着陸です。で、数字でいうと従来これまで月に降りてきた各国の着陸機の着陸の正確さ、着陸の精度はだいたい数キロメートルから十数キロメートルだったというふうに考えられています。無人の探査機の話ですか。有人でも無人であれ有人であれ、だいたい数キロメーターから十数キロメーターだったと。そんなアバウトのもんなんですか。はい、ですから今までは逆にそれでも安全に降りられるようなところを狙って、そういうところを選んで降りてきたというのがこれまでの着陸の仕方だったわけで、必ずしも本当に降りたいところに降りられていたわけではなかったというふうに我々は考えています。そうすると今回このスリムはかなり小型化されたということも先ほどご紹介させてもらいましたけど、小さくなったということもかなり大きなポイントだったんですか。そうです、ピンポイント着陸の話とは少し違うポイントになるんですけれども、日本としてこの先その月惑星探査をなるべくその多くのミッションを高頻度にやっていきたいというふうに考えるわけですけれども、一方ではその時間であったりコストの制約ももちろんありますので、なるべくこういう探査機をその小型軽量に作るため その必要な要素技術みたいなものをスリムで一緒に合わせて開発をしておけば、今後の高頻度な月惑星探査にも貢献することができるだろうというふうに考えて、そのピンポイント着陸と小型軽量化というのを2つの大きな柱としてこのプロジェクトはスタートしています。一方そのミッション成功に向けて、そのいろんなこう今のお話に軽量化もあるでしょうけれども、工夫とか新しい組み合わせとか考案されたものとか、まあ、アイデアがあったと思うんですけれども、今回特にここがこのスリムにおけるここがその傑出した飛び抜けたアイデアなんだよってのは何かあるんですか。はい、まずおっしゃっていただいた通り、全般にかなりいろいろな新しい技術開発をやって、いるところもあるんですけれども、まあ、やっぱり一つ大きく強いてあげるとすると、そのピンポイント着陸っていうことに一つ直結をしている技術としては、画像照合工法というものを挙げることができます。画像照合、はい、100メーターの精度で下ろすためには何をしなければいけないかというと、一番大事になるのは着陸機が自分自身の位置を正確に把握をしながら飛ぶというところになります。
で従来そういうことをする技術なかなか実現されていなかったんですけれども、うんうん、スリムの場合には搭載されているカメラを使って、うん、自分自身でクレーター の月面 その月の表面の写真を撮ると、はい、そこにクレーターが写ってますので、はいはいはい、写真の中から瞬時に、うん、クレーターどれがクレーターかということをまず自分自身が検出をして、うん、そうするとクレーターのパターンが分かりますから、はい、それをこれも自分が持っているクレーターの地図と見比べることで、うんうんうん、同じパターンがあるのはきっとここだということを、うんものの1秒か2秒でスリム自身が判断をして、うん、それによって今どこの上を自分が飛んでいるのかと、うん、いうことを把握をしながら飛ぶことで100メーターという正確さを達成をしています、うん、自分で判断するんですか。要するにごめんなさい、その多分見てる人、まあ、僕なんかもほとんどそれに近いんですけれども、アメリカのドローン、ね、ネバダのオペレーションルームで、ウクライナ その状況をこう上から見るみたいなね、そういう形で見てるのが違うんですね。完全に自主制御というか AI で自分で状況を判断しながら自分で制御していく、そういう衛星だったという理解でいいんですか。はい、具体的には着陸の20分ぐらい前に、はい、我々最終的なGO なのかノーGOなのかっていう判断をするタイミングがあるんですけれども、それは東京じゃない、日本でやる。それは、相模原 の、はい、運用室でやるんですけれども、はいはいはい、そのタイミング以降、うん、我々は一つもスリムに対してコマンド指示を送ってはいなくて、着陸まで完全自立で、スリムはいろんなことを自分で判断をしながら飛んでいって、うんうん、最後は着陸をしています。心配じゃないですか。心配ですよね、当たり前ですけど、なんかこう子供をね、こう例えが本当に卑近で申し訳ないんだけれども、うん、子供をこうなんか初めて買い物に出すみたいな、なんかそんなイメ大丈夫かな、でも何もお手伝いできないよねって、こんなイメージでいいですか。実はですね、月面着陸って、はい、月の重力って、まあ、地球の6分の1というふうによく言われるので、はいはい、かなり小さい印象もあるかもしれないんですけれども、うん、空気がないことも関係しているのかと思うんですけども、うん、その着陸の仕方というのはかなりダイナミックな着陸になっていまして、うん、着陸を行う20分ぐらい前にそのエンジンを使った減速を開始するんですけれども、はいはい、その時にはまだ、時速でいうと1万キロメートルぐらいのかなりの速さで飛んでいます。そこから月の周回を時速1万キロで回ってるって意味ですか。そうです、はいはいはい、秒速でいうと 1.7 キロメーターぐらいっていう速さで飛んでいるところから、はいはい、本当にエンジンを吹かしてフルに減速をしながら、うん、着陸目標地点の真上のあたりまでたどり着いてまっすぐ降りて降りるっていうところまでものの20分ぐらいで着陸をしてしまうと。で20分前でその GO のサインを出すとき、ここからオートで行けっていう指示を出すときっていうのはまだその周回軌道で秒速 1.7 キロで飛んでるとき、はいはい、その時点で GO を出す、はい、あとはじゃあ自分でどの時点でこう降下のコースに入っていくのかっていうのも、そこも全部含めて自分で判断するんですか。そうです、そのぐらいダイナミックに物事進んでいくので、それほど月だと電波の遅延時間があるわけではないんですけれど、やはり地上で判断して何か指示をしていっていうのは基本的に間に合わない世界になりますので、はいはい、基本的には着陸機が自分自身で判断をしながら着陸をしていく必要があります。その今の時点で、その月のこちら側を向いている、今いつも地球から見えている面でいくと、その写真を撮って今ここに自分がいるんだって確認できるようなデータがあるエリアって何割ぐらいを占めてるんですか。ですね、幸いにしてといいますか、JAXA が打ち上げたかぐやという周回機もありましたし、その後アメリカ の LRO ですとか、インドのチャンドラヤン2であるとか、いろんなもの月を回ってかなり の画像データを取ってきてくれていますので、はいはい、画像があるかっていう意味で言うと、はい、かなりの部分実は画像はすでに手に入っています。うんうん、今日は寺門さんに我々のこう拙いレベルに向けて のいや通訳の方にもご出演いただいてるんですけど、今までのお話、僕はもう寺門さんご存知の話ばっかりだと思うんですけど、すげえなと思う話がずっと続いてるんですけど、この今回 のスリムっていうのは寺門さんの目から見るとどういう学術的な評価出せるのか。そうですね、実は今酒井先生カグヤってお話ししましたけれども、はいはい、これ2007年とか8年ぐらいのミッションですよね、はい、でこれで月を回りながら月の表面の物質がどんなものかということを全部調べたんですよね、はい、でその中で興味のある科学者が興味を持つのは、はい、表面ではなくて月の内部の物質が表面に出てきているところがここにあるというのがだんだん分かってきたわけで、カグヤで月の表面に何箇所あるんですか。そういうの、表側はあまりないんですけど、裏側にはすごい大きなクレーターがあるんですけどね、表側で、そういった内部の物質が、クレーターができたことによって掘り出されて、はいはい、見えているので、そこに降りれば、うん、
月の内部を観測することができるわけですね。掘らないでもそこにあるから、うん、そうです、はい、で今度のスリムの着陸地点の目標はそれだったんですよ。なるほど。だそういった意味では JAXA の月ミッションというのは実はですね、うん、あのかぐやからこのスリムって ずっと科学ミッションとしては続いてるんですね、はい、で今回ああいう着陸だったので分光系がどれだけデータ取れるかというと 100% ではなかったと思うんですけど、分光系って何ですか。つまりあの月の石をデータを観測する、はい、どういう成分かとかですね、はい、でそれはありましたけれども、いずれにしてもですね、うん、科学ミッションとして言うと、うん、かぐやの成果を生かして降りる場所を決めて、うん、そこで月の内部を見るというサイエンスをやるために、はい、ピンポイント着陸して、はい、そしてデータを取ったという意味ではですね、うんうん、これやっぱり日本が誇るべき科学ミッションだというふうに言えると思いますね。酒井さん、着陸成功が分かるまで、分かったとき、それまでそれぞれのお気持ちですとか着陸して姿勢が想定とはちょっと違った結果になった、それが分かったときのお気持ちってどうだったですか。うん、はい、実は着陸成功っていうのがいつ自分たちがそう確変したのかっていうのがなかなか難しいところもちょっとあってですね、うん、姿勢が少し違っていたということがあって、うん、はい、着陸をした直後には、うん、想定とは違って太陽電池に電気が太陽が当たってない、発電をしていないっていうことがまず分かりました、はいはい、うん、なので完全に 100% 自分たちの思った通りの着陸ではなかったということが分かって、うん、一方で、うん、その着陸した後も探査機からは、うん、継続してデータが地上に送られてきていましたので、うん、着陸をしてその後に探査機が動いているということはその時点で分かっていました。これ何分かかったんですか。いわゆる設置 という一歩方も入ってきますよね、はい、その後要するにこうしばらく経っていやちゃんと機能しているよという確認が取れる、いわゆる着地して機能も保存されている成功だと分かるまで何分間ぐらいいたんばらったんですか。まずデータが来ているということは、はい、ほぼすぐに分かりました、はい、それから太陽電池が発電していないということも、はい、もうほぼすぐに分かっていて、そこまでの状況は着陸した直後に大体分かっていました、はいはい、で最初のご質問に戻ると、その、うん、気持ちっていうことになるんだと思うんですけど、うんうん、っていう状況だったので、うん、なかなかですねその気持ちとかって言ってる暇はなくてですね、うん、失敗なんですか成功なんですかってわーって言ったじゃないですかね寺門さん。そういう時にこうどういうその間にどういうことが頭の中を駆け巡るのかっていうね、ごめんなさいちょっとあまり思い出したくないかもしれないけど、緊張感、独特の緊張感が全体のこう管制室にあったと思うんですけども、あの時はどういう感じになるんですか。はい、現場はですね、はい、実はその失敗成功っていうことよりもまず状況が分かって、うん、じゃあ次一体我々何をするべきなのか、それも、はい、いろんなケース実は想定していて、はい、事前に準備はしてありましたので、うん、じゃあこのパターンになってるから、うん、どういうことをこれから順番にやっていくのかっていうことを、そういうことなんですか。はい、判断をしながらというか、その決められた手順に従ってやるべきことをやりながら、うんうん、ある部分については必要な判断をしながら、はい、進めていくっていうことにどちらかと専念をしていましたので、じゃああんまりこう失敗か成功かなんていうその二元論ではなくて、今この状況下においてどういうデータが来ていて、じゃあ今こういう状況だから次こういう手を打とうというのをみんなで別々にそれぞれ考えていた、こんなイメージですか。そうですね、現場にいた人は成功か失敗かっていうことよりも、はい、じゃこの状況で自分たち何をするべきなのかっていうことを、うん、にほぼほぼ集中して、うん、的確な判断をしてくれていたと思います。映画しか知らないんでね、アポロ13とか見るわけですよ、ね、こうバーッとこうみんな、ああいうシーンは起きなかった。ですね、そういうわけで着陸した直後は少なくともなかったと思います、うん、はい、で強いて言うと、うん、そういうわけで着陸した直後は、うん、太陽が当たってなくて、はい、電力得られなかったんですけど、はい、それがだんだん太陽の方向変わってきて、うんうん、また電力が復活をして、うん、スリムとの通信が再開できたというタイミングがあったので、うんうんうん、その時には本当に管制室にも拍手が沸き起こって、そこが本当の拍手だったんですね。ある意味そうですね、ははは、ちょっとごめんなさい不愉快な思いでしたけど、こういうものを我々作りました、これがスリムの形ですよね、はい、でそれが本来的には僕が理解している限りではこうやって降りてきて、はい、で着陸の寸前にブーストかけて減速して、うん、でどっちかこっちかで減速して、で地面に当たって着地した後に横にこういうふうに、こちらが足ですもんね、こういうふうに倒れて安定するという予定だったんですよね。ところが仕上がった写真を見ると逆さまになっている、はい、これはなぜ逆さまになっているんですか。はい、地面にこう最初にスリムが設置するところまでの動きは大体分かってきているんですけれど、はい、こうなってここまでは予定通りだった、はい、ほぼほぼ予定通りです。はい、一部その 50m のところで、はい、推進系エンジンにトラブルがあったということも分かっていて、なんかこう2個あるノズルの1個が取れたってのは本当なんですか。そうです、それは本当です、はい、なので何て言うんでしょう、
発生している水力の状況が、はい、完全に想定通りではなかったので、うん、今分かっていることは、はい、その地面にこう着陸をしてくる速度自体は、はい、かなり低く抑えることができていたんですけれども、はい、横方向にこう少し流れていくっていう速度を、はい、打ち消すことができなくなっていて、横流れしながらおそらく着地したんだろうというふうに考えています。なるほど。で、したがってそのためにおそらくこう転倒するようなことが起こって、うん、はい、最終的にはさっきお示しいただいたのこうなってこうなった、はい、その過程が全部わかっているわけではないんですけれども、はい、おそらくそういうことが起こって、うん、この姿勢に最後落ち着いたんじゃないかというふうに考えています、うん、日本の探査機として初の月面着陸を果たしたスリムですが、うん、着陸したスリムを待っていたのは14日間に及ぶ月の夜でした。太陽が当たっている時ですね、月面の温度というのは摂氏100度以上にもなるんですが、夜になるとマイナス170度にまで冷え込むんです。そんな中、スリムはこれまでに3回厳しい月の夜を越して機能を復活させる越夜に成功してきました。そして先月23日に活動を再開したスリムは29日に活動を休止、4回目の越夜が成功するのかどうかが注目されています。酒井さん、スリムがここまで越夜を続けることができるというのは、これ想定されていたことだったんでしょうか。いや、正直に言うとですね、スリムについては越夜を考えた設計ということは特に行っておらず、もう越夜に関しては設計の時には半ば諦めていたような形になっていました。ですから、ここまで越夜ができるということを、打ち上げる前に想定していたわけでは、はい、なかったと思います。その場合の越夜の条件で、今中野さんから言ったのは温度だったんですけども、温度以外にも例えば、宇宙船の問題とかね、そういうものもあって、その電子機器や他の機器が、破損する、ないしは溶ける、ないしは凍る、どういうそのトラブルが想定されているものなんですか。はい、やっぱり一番は温度 その変化が激しいというところで、例えばですね、その違う種類の物質が使われているようなところがあったとすると、温度によってそれぞれ伸び縮みしたりしますので、片っぽが伸びて片っぽあまり伸びないと、そこには歪みが生じて、場合によってはひびが入ったりということが起こりえますので、どこかではそういうことが起こっても不思議はなかったはずなんですけれども、結果としておかげさまで今3回の越夜までは達成することができているという状況になっています。最初からじゃああれですか、作る側としては一回夜超えられるかどうか分かんないけど、とりあえず着陸して、そこで太陽電池がきれいに太陽光を受けて、でその夜になるまでの間のイメージとして1週間ぐらいですか。いや、実は打ち上げて着陸させる前に想定していたのは、着陸した後に、数日、3日から4日ぐらい動いてくれれば、最低限分光カメラでを使った科学観測はできるようにということで、いろんな計画を組み立てていましたので、本当に最低限という意味では3日から4日動けばいいというふうに、打ち上げる前には考えていました。そうすると結果、これまでその夜を3回越していて、今 4回目の夜に入っているんですけどね、延べでいうと稼働した日数っていうのは、この日数足していけばいいんですけれども、3日と計画していたのがなんだかんだで3週間ぐらいも機能している感じになるんですか。そういうことになりますね。はい、それは何ですか、想定外のこう大量のデータが集められているという理解でいいんですか。単純に日数かける分だけ、分光カメラの方の関して言いますと、最初の夜を迎えるまでは非常に順調に動いていて、その部分でも実は当初想定していたよりもかなり多くの科学観測のデータが得られているんですけど、越夜をした後は分光カメラについては起動はするんですけれども、完全に正常にはどうも動いてないということも分かってきていますので、そこについてはあまり多くのデータが得られているということではないとは思っています。ただ探査機自身は正常に動いていますので、探査機各部の温度のデータ等については取得ができているような状況になっています。これこっちか、こういうふうになっているわけじゃない、逆さまになっているわけじゃないですか、逆さまになってその地面に立っていることによって、本来できるはずの機能でできないもの、喪失されているもの、なんか障害というのは動かない機能ってのは何があるんですか。失われたものです。つまりそこはですね、実は、雑白な言い方をすると非常についていたところもあってですね、
後から見てみると、この姿勢、実はかなり都合のいい着陸をしていてですね、分光カメラの向いている方向も、まさにその科学者の人たちが見たいと思っていた岩石があるような方向にちゃんと向いていてくれましたし、熱的な条件と考えてみても、もしかするとその当初通りの着陸の姿勢よりも、実は都合がいいんじゃないかと思うような状況で着陸をしていまして。なるほど、はい、大変ありがたい状況だったっていうのは事実だとは思います。結果でも今まで3回夜を超えていて、はい、今4回目っていうと、はい、これもうここまで来ちゃうとじゃああと何回夜を超えられるのかっていうなんか耐久レースのような雰囲気で僕ら見ちゃうんですけれども、そこは別に今のお話を伺ってると何回夜を超えたからっつって今回のスリムの成功の評価が高まるとか毀損されるとかそういうレベルの話は多分ないですね。はい、もう完全に延長戦に入ってますので、もともとの目的に関して言うと、はい、何か積ませるわけではもちろんないんですけど、うん、ただ越夜しているっていうこと自体がある種の貴重な状況ではありますので、うんうん、何らかその今後につながるような知見が得られるんであれば、うん、それは意義のあることだと思ってますので、うん、今具体的に何が分かるかとかどうすればいいのかってことが分かってるわけではないんですけど、うん、何とかして少しでもそういう知見が得られないかっていうことは、うん、一生懸命考えているところではあります。寺門さん、このマイナス170度から100度まで、まあ、およそ300度の間を行ったり来たりするというね、この熱に耐えていまだに機能、まあ、一部既存はしてるけれども機能がまだいまだに存続しているということを踏まえて、これは一体我々にとって科学技術的な点でどういうことが今回証明されている、ですね、非常にこれ貴重なデータになると思うんですね、はいはい、でこの越夜という技術はですね、はいはい、着陸機にとっては非常に大事な課題なんですね、うん、今後含めて、はい、で基本的にただ月面に降りてですね越夜の実験したって例ほとんどないんですよ。それで例えば中国が以前ローバーを下ろした時にもですね、はい、1回越夜を経験してるんですが、うん、昼になった時に、うん、通信は再開したんだけども、はい、やっぱり動くところはね、はい、もうダメになっちゃってるんですね、夜を超えられなかったんです。それは温度でですか。そうそうです。なるほど。で基本的にそういうことなので、はい、さっきも酒井先生とその話したんですけれども、うんうん、この電子回路系とかそういったところは今ある程度動いてるわけですよね、はい、だけどもこれがどのくらい耐えられるかっていうのは結構貴重なデータですね、うん、それから今度あと将来降りる宇宙船にですね、はい、どんな SI 技術を持ってこなければいけないかって時には、はい、かなりいいデータになるんじゃないかなと僕は思ってます。なるほど。鈴木さん、いかがですか、この夜を何回も超えている状況ってのは我々どういうふうに見たらいいんですか。そうですね、まあ、これから月、まあ、月面探査っていうのが、はい、まあ、本格化してくるとですね、うん、やっぱり越夜していかないといけなくなるわけですね。そういう時の経験を、まあ、先ほど寺門さんおっしゃったように、うん、はい、まあ、中国とかも経験してるんですけれども、うん、やっぱりうまくいってないと、うん、でなんでうまくいかないのか、なぜうまくいってるのかっていうのは、うん、うまくいかないとわからないんですね、うん、で今回は越夜がうまくいっている、越夜、まあ、超えてもですね、うん、活動再開できているので、はいはい、じゃあ日本のこの使っているような、うん、素材ですとか部品ですとか、うん、こういったものは、夜に耐えられるということが分かって、でそういうことがどんどん分かっていくとですね、これからの探査機をどうやって作っていくかですとか、うん、どういうような活動をしていけばいいのかということのデータになっていくので、うん、将来的な月探査を進めていく上でですね、はい、こう日本が例えばその与圧ローバーをこう送るとか、うんうん、そういった時にもすごい大きなヒントが得られているんだと思います。熱に耐えられる、はい、まあ、だってローバーって移動月面車ですよね、はい、それがその中国のさっきの話みたいに熱くなったり冷たくなったりして動かなくなるっていうのじゃダメだって、そういうことですね、はいはい、視聴者の方からこんなメールが届いています。酒井さんに伺いたいです。愛知県の方からいただきました。ピンポイント月着陸は JAXA は成功と評価していますが、うん、世界他国からはどのような評価がされているんでしょうか、うん、というご質問です。はい、ピンポ着陸のところについてもそうなんですけれども、はいはい、いろんな形で、例えば海外の、宇宙機関のツイッターであるとか、はい、いくつかの形で情報入ってくるんですけれども、うん、私の知っている限りではどこも大変好意的に捉えてくださっていて、これは大きな成功だっていうようなことは、うん、いろいろなチャンネルでは耳には入ってきています。なるほどね。寺門さんね、この越夜にしてもこの逆さまの状態にしてもね、こうハヤブサの時もそうでしたけれども、もう終わったかと思っていたらいきなり通信があるとか、もう止まってるかと思ったらいつの間にか立ち上がって通信写真を送ってくるとかね、この日本の宇宙技術のもう分かんなくて言ってるんですよ、根性というか粘りというか、これは何なんですか。
やっぱりこれあの研究者の熱意なんじゃないかと思うんですね。そういう精神論で言われちゃうと僕としてもちょっと答え、精神論で言うしかないですね、はい、この結果についてはね。そう、ただやっぱりあの宇宙圏のね、あの研究者の方見てると、はやぶさもはやぶさ2もそうだし、うんうん、この3もそうだけれども、はい、ものすごく楽しみながら、うん、あの夢を持ちながらやってるんですよ。なるほど。僕これあの後の話になるかもしれませんけど、今後の日本の宇宙開発にとってね、はい、やっぱりそういう夢を持ちながら、うん、好きな研究をどんどんやっていくってことはとても大事なことでね、うん、あのそういった意味ではですね、うん、やっぱりそのそういったあのエネルギーが、うん、あのこういった結果にね、うん、やっぱり反映してるんじゃないかなと僕は理解してますけどね。鈴木さん、この後アルテミス計画の話を伺うんですけどね、今のこのスリムの、まあ、最高ちょっと神がかり的な精神論的な話もなったんだけれどもいかがですか、何かこう自分ご自身のこうお立場からご覧になった時にこのスリムを見ていてグッと感じる部分何がありますか。いや、そうですね、あの私自身もあの、10年前ぐらいはスリムに関わって一緒に、はい、あの仕事させてもらったんですけど、はい、あのやっぱりアルテミス計画に参画するというふうに、まあ、政府がまあ決定いただいたのが2019年なんですね、はい、でその時に挙げたのがこのスリムと、うん、まあルペックスというの探査機と、はい、それからゲートウェイという有人の周回機、はい、それから有人ユアスローバーだったんですね、うんうんうん、でこの最初がこのスリムなんですよ。なるほど。なのでそれまではどこアルテミス計画に参加したいと言っても誰も飛ばしてないんですね、うん、その時に最初に日本が、うん、そのアルテミス計画に関係するものをちゃんと探査機を打ち上げて、はい、ちょっと成功させたと言ったところがすごい、あの国際的にも日本の信頼度がこうアップして、うん、あのすごい評価が高いっていうことになると思います。そのもう一つ、そのさっきのその粘り腰ね、なんでハヤブサにしてもスリムにしても日本の宇宙探査機っていうのは粘り腰があるんですか。答えにくいの分かってますよ、無茶ぶりです、はい、あの楽しんでるっていうお話ありましたけど、はいはいはい、あともう一つはやっぱりその研究者の人が中心になって、うん、やっぱり自分の人生をかけてやっぱりやってるわけですよね。なるほど。なので諦めないで、うん、とにかくその成果を出さないと自分の人生が悪い、うん、ちょっと失礼に言い方ですが終わってしまうかもしれないと思いながらやっているわけなんで、そういう意味では本当にもう負けないで、はい、もうひたすらやり続けるというところはあると思います、はい、それはアメリカ、NASA とか、まあ、他の国の人たちのもっとビジネスライクなんですか。俺ちょっと今これやってるけどさ、サンドウィッチ本業戻るよねみたいな、そういう感じなんですか。あの、熱心な人もいます、はいはい、いると思います、はい、いますし話していますけど、うん、これだけその国の機関として主体がもう全部研究者が経営していて、研究者がプロマネやってるというのはなかなかないですね、うん、なるほどね。そういうこういう職業意識とかプロ意識、職人芸の世界が積み上がってくると、多分なんていうの、温度の変化に強いのもね、ちょっとしたちょっと例えば非常に不適切、ちょっとハンダを余計につけておくとそこが耐えられるとか、そこの部分の思いやりというか思い込みというか、その機械に対するその愛情みたいなね、そのまあよく僕らスタッフルームで言うんだけど、大田区の町工場の寺門さん、そういう話ですよね。あのいや、それが機械に真由美とか名前つけて今日は元気か真由美みたいな、それがやっぱり大事になってくるんですね、やっぱりね。で、あのやっぱり基本的にあの今あの宇宙開発では基本的にはやっぱりものづくりなんですよね、はい、だからそういった技術が廃れてしまうと、これはどんどん遅れていってしまうので、やっぱりそこのところはとても大事なことで、あのこだわりだとか思い入れ、あのまた精神論だって申し訳ないですけどね、あのそれは絶対に必要なところだと僕は思ってます。この話異論ありですか。いや、私はあまりないです。あ、そうですか、はい、ありがとうございました。